これもいいわね。こっちもいい感じ。でもやっぱりこれ、今年はこの水着でビーチの殿方の視線を釘付けよう。そしてあわよくば素敵な出会いが。わあ、梅さんそれ着るの？着っちゃおっかなって。梅って呼ぶな、しんのすけくん。いやー、いかにも松坂先生が着そうな水着ですな。私が着そうって？派手派手でイケイケで大胆。やーね、こんな水着買うわけないじゃないの。あー、おー吉永先生、あんたも水着買いに来たの？それより、いや、その水着、これがどうかしたの？いや、買うのかなと思って。ほら、結構色が派手だし。バケバケしいですな。ケバケバしいでしょ。それにデザインもなかなか大胆っていうか。うわー、セクシー。しんちゃん、変な合いの手やめてね。やだわ、ちょっと手に取ってみただけよ。いやん、こんなのあるんだ、すごい。そうよね、ごめんなさい。てっきりその水着買うのかと思っちゃって。買うわけないわよね、ほんと、ごめんなさい。なんで二度も謝るのよ。そうよ。あんな水着買うわけないでしょ。そうよね、あんなの無駄に目立っちゃうっていうか、勝負してます感が出すぎって感じ。悪かったわね、勝負しちゃって。先生はどんな水着買うの？私は、なんとなく分かっちゃったぞ。そうね、多分地味で当たり障りのないやつ買うんでしょうね。色もデザインも普通ってやつですな。そんなことないわよ。昨日だって主人に水着買うって言ったら、緑、今年の水着はちょっと冒険してみたらどうだい？ああ、だってみんなの視線を集めちゃったら、あなたやきもち焼いちゃうでしょ。妻が注目されるのは夫の誉れじゃないか。なんて言われちゃったりして、もうやだ。やっぱりジミーを買うつもりだったんですな。石坂さんにも言われちゃうぐらいだもんね。絶対普通の水着買わないんだから。あら、しんちゃん、ひょっとしてこれ先生のために選んでくれたの？違うぞ、それはオラ的七子お姉さんに着せたい水着ベストツリーのコネクションでぞ。しんちゃん、どう？似合う？ベスト3のコレクションよね。やっぱり冒険って言うからにはこれかな。でもな。何よ、さっきは無駄に目立つとかなんとか言ったくせに、大体主婦のあんたが勝負してどうすんのよ。これなんかどうすか？あげお先生、吉永先生にはこれが似合うと思います。あんたも水着買いに来たの？はい。ひょっとして今までオールで見てました？すくみずちゃん、まあある意味冒険だけど。やだわこんなの。マニア受けするのに。何のマニアよ。しょうがない、ここは私が選んであげる。いいわよそんなの。いいから。ちょっとこれがいいわ。はい。え、これ？私の見立てに間違いないから試着してみなさいよ。嫌じゃありません。何してんのよあんた。本当はね、ワンピースは体の線が出るから吉永先生にはおすすめじゃないんだけど。私の何を知ってるっていうのよ。私なら何でも恋だけどね。負け負けだよね。いけいけよ。何よ、私だって何でも恋よ。お
なかなかですな。かわいい。そう?じゃあこれにしようかな。そうすれば、それなら吉永先生でもマシに見えるし。はい。一応人前に出られるんじゃない？ねえ。そうですね、スタイルがよく見えます。胸あるように見えるぞ。やっぱりやめた。ちっとも冒険してる気分じゃないし。似合うのに。次これ、ぐっと大人っぽいのどう？まだやるの？でもやっぱりこれが一番だと思うんだけどな。じゃあ何でも来いの松坂先生が着れば。うわっ、これはないわ。着替えた？開けますよ。いやいや、ちょっと。うわ、なんか全然似合ってないぞ。胸の出っ張りと腰のくびれが足りなさすぎる。変でしょ。うわ吉永先生が着た時と全然違う。同じ水着だと思えないぞ。吉永先生だとビーチのお散歩な感じだけど、松坂先生が着るとビーチの大冒険だぞ。私だとお散歩で、松坂先生だと大冒険かい。ああ、私が着ると胸を強調するみたいでちょっと嫌味？あ、ごめん、やっぱりダメだったか。え？ほら、黒って体の線がバッチリ出るじゃない。どういう意味よそれ。わかったわよ、黒じゃなきゃいいのね。私これにする。先生無理しなくていいぞ。してないもん。結局着なくてお金無駄にするとか。ちゃんと着るもん。あんただとその水着に負けちゃうっていうか。負けないもん。で、あんたはそれにするんだ。そうね、こんな地味なのでも私が着ればそれなりだし。まあ、いつもよりバケバケ、負け負けが足りないけどね。それ、ケバケバ、イケイケ。うっさ。買っちゃった。あら、あんたはどんな水着買ったの？内緒です。あれ、昨日買った水着着ないの？今日はちょっと日焼けがね、気になってね。そうなのよね。おサービス。